けるだろ。おっと、いや、これは安全なショートカットだから。安全だ。キャップから入った。さっきよりあった感じ。入ったね。ISA の調査であいつがいつも使っている放送局がプカラにあることが判明した。まず機密情報を取らないと武器の位置とか分かんないし、ここにあるよ。了解。そうすれば反乱軍の知名度も上がるし、カルテルに恥をかかせられる。時変え今見えるのはそれかな。ペリコに関する情報は今調べてるけど、どんな外見かすらわからない。 DJ ペリコね。やつを見つけ出したら利用するの。あぶねえ、今ユニダットいた。まだね、どんな外見すらも分かんない人物らしい。うん、あ、ちょっとストップ。ああ、重要情報の場所はちらほら分かってるけど、あ、全然逆だな。ちょっとファストトラベルしよう。プカラ地帯の左上の方にあるプカラデルタに。オッケー。プカラデルタ。はい。じゃあ、なんか見えるの？とりあえず B 地点、違う、アイコンつけたところの情報取りに行くか。オッケー。捕まってろ、俺が運転する。おりゃ。いや、これはね、先にカルテルがいると思ったからね。そうなんだ。山を下ったのであって別にショートカットをしようと思ってしたわけじゃないよ。この地域はカルテルの宣伝活動に利用されてる。プロパガンダのやつ、指揮系統は把握してる。もっと近いところにファストトラベルできたよ。あ、そう。サンタムエルテを支持する。あの、このチャラボコ村。エルスエーニョの宗教の助言者でもある。これ。お、あ、爆発してる。ジャーナリストだったけど、なぜかカルテルのためにブログを書くようになった。なんかやんどこに爆発起きてんだけど、ちょっと新たな映像が来たんで、ちょっとこれ見る。来たね。見てみなさい。見るか。司祭というのは話好きしかいない。しかし言うは易しだ。エルカルデナルはそれが真理だと分かっていた。かろうじて生をつなぐ者たちを何とかしたかった。救いの手が差し伸べられるのなら誰の手でもよかった。だが彼が悪魔と取引していると考える者もいた。彼は破門された。家族、友人、全てを失った。私と出会った時、彼は失意の底にいた。真の信仰のため彼をサンタブランカに招いた。我々は生を受けた時から死と共にある。生以上に彼女を、死を愛さなければならない。神聖なる死の祝福が、闇の女神が病から解放してくれる。悪からもな。彼女に全てを捧げるか。私は彼の手で洗礼を受け、彼は私の相談役、両親となった。そう、心から信頼する唯一の人間になった。映像を見た？ん？ちょっとね、途中で飛ばしちゃった。今のは DJ プカラ。あ、待って、カルテルの車両来てる。ドローンが使えない。ジャビングされた。あ、いつの間にそっち行ってたの？いや、ちょっとね。OK。そしてね、この街電波障害あって、ちょっとあれだわ。ドローン使えねえ。あ、そうか。この辺ちょっとカルテルが分散してるから、徒歩で情報取りに行こう。うん、オッケー。 VSN はどんなもんだ。あ、あれか。これめんどくさいな。ここ別にスルーしちゃっていいんじゃない？スルーする？スルーしよう。あ、まあ大丈夫か。敵を倒すことが今は目的じゃないから。重要情報で。こっちは倒さないといけないな。まあ、オッケー。あ、一人か。
オッケー。あ、一人。ターゲットを排除。民間人と会話してるところを倒してしまった。トラウマになっちゃうな。え？二人目のターゲットだ。何事もなかったかのように歩いてるな。民間人も結構それが日常だ。慣れっこだよって。慣れっこ。会話してる人がね突然死んじゃうことなんて慣れっこだよってとんでもねえなあれここまあ飛び越えちゃうか。うん、なんかちょっとおしゃれ、おしゃれってかいい車が。おお、ここ結構敵いるよ。ここドローン使えないでしょ。使えないと思う。お、ナイス。OK。重要情報の近くに一人か。何をしてんだ。いや、なんか上とか言ってたからちょっと。うん。あ、警戒されてる、警戒されてる。股間狙うとかやめてね。もうしない。もうこいつはダメか。ドローン、ドローンがジャミングされてる。何も見えないって言ってる割には結構見えるけどな。本当だ。あ、重装備が大丈夫じゃね。重装備が警戒してんの。やっちゃうか。うん、ナイス。結構銃声するわ。窓越しに倒そう。倒していいよ。オフ。あ、いい。オッケー。倒した。あ、や、ナイス。重要情報。あ、武器の位置悪かい。あ、武器はないわ。ないか。スキルポイント。スキルポイント。オッケー。そっか、じゃあまあ DJ なんとかって人の。人につながる情報を拾ってこう、うん、はい。あ、スキルすげえ溜まってる。ちょっと振り分けよう。フラッシュバン、フラッシュバンゲットしよう。おお、良さげ。 あとね、あの敵今までさ誘導させるとしたら誘導グレネードを使ってたしょ。ま、うん、あそうだね。フレアガンっていうのがアンロックできる。フレアガン、これも誘導に使える。なるほど。で、あ、なんだこれ、エピックスキルみたいの得たな。爆発範囲が拡大する。これどうもね、スキルのね、その一つのカテゴリーマックスじゃなくても全部一つかはね獲得したら、なんだ一番最後のその特殊なスキルがね、うん、自動的にゲットできるらしいね。あ、そうなの。ガジェットの一番最後の爆発範囲っていうのをゲットした。マジか、これ全部取ったんだ。取ったね。フレアガンってのはこれか。まあ、フラッシュバンとか、まあ、ブリーチングとかに使えるけど、ブリーチングすることあるかな。あんまなさそうかな。じゃあちょっとさっきの場所にファストトラベルして戻ろう。プカラデルタ。オッケー。あ、待って、スキルポイントあるね、そこ。あ、ある。ちょっと回収頼める。ん？俺回収してもそっち反映する？意味ないね。ダメだね。じゃあしゃあない。こっちにファストトラベルをすればいいんじゃないかな。あ、そうだね。いいよ。170m か。2人目のターゲットを発見。あ、いいところからリスポーンした。おお。この真下のやつやった。はいはい、クリア。もう大丈夫。ここに敵がいる。冷静にな。真下にもいる。ああ、いるな。これ降りるかな。怖っ。足くじきそうだな。これドローンダメだもんな。信号が悪い。ドローンがジャミングされた。よし、偵察なしのまま入るか。建物ハンドガンにしよう。大丈夫じゃね。あ、大丈夫だね。うん、何もいないよ。
よし。スキルポイント大事。ポイント。3ポイントか。お、3ポイント、なかなかじゃない。あったあった。じゃあ早速振り分けちゃおう。どうしようかな。フィジカルは、はあはあ、弾丸耐性もっとつけようかな。あ、つけれない。マークエリア、あ、ドローンの識別範囲が拡大する。いいねそれ。まあ取っとくか。あとはよし、じゃあ戻ろう。おう、デルタだっけ。デルタ、マップにその重要情報は映ってるけど、何の情報なのかまでは判明してないんだけども、うん、まあ取りに行こう。そうだね、フレアガンゲットしたから。おう、乗れ。あ、オッケーオッケー。どこだ。ここだ。あ、これか。よっしゃ、 1.9 キロ。ここもまだまだ寒いところだ。うん、あ、なんダムみたいのない前方に。ダム、ダム、あれダムじゃ、ああ、ああ、あれダムっぽいよね。めっちゃダムっぽいね。決壊したいな。決壊した。さすがにそこまでできないでしょ。決壊とかしたらだってもうね、いやさ、そんなこと言ったらちょっとゲームが落ちちゃうな。結構道中なんかあるかな。あるけど、すごい脇道これ。ああ、しかもダムの方じゃんそれ。あ、そうだね、ダムだわ。あ、ちょっとダム行ってみたいな。ダム行ってみる。ああ、行くか。寄り道。寄り道。車があればどこにだって行けるのさ。これね、好きな時に呼べちゃうしね。な、中浜。中浜。中浜自動車。なんか名前的になんか、なんか日本車っぽいんだよな。ああ、確かに。絶対日本車でしょ。海外で中浜なんて聞いたことないよ。うん。お、カルテルだ。線路に降りよう。でも敵見た感じ、見た感じっていうか今んとこいなさそう。多分あん中にいた。あ、いたわ。うん。いたわな。でもあれ一人だけじゃね？一人だけが。うん。赤いもんやないし。そうだね。よし、やっちゃおう。はっ、やった。ちょっこの車に引かれるのが怖い。ああ、ナイス。ナイス。一般車両に引かれるのが得意だもんな。本当ね、よく引かれるもん。スキルポイント回収。よし。あ、でも結構こっからいるんじゃない？うん、なかなかのダムだね。ドローン、あ、ちょっと放水してる。2人目のターゲットがいる。あ、いるな。あ、結構見張り台1人、結構近くにいるな。うん、こいつやるか。オッケー、5人目、よし、仕留めた。オッケー。あ、上にもいるのか。うん、上2人。待って、ちょっと上先に倒すか。オッケー。あ、手前しか、1人倒してもね、うん、そう、もうちょっと高いところないかな。奥のやつやりたいな。高いとこつってもな、このコンテナの上。もういける？これ絶対バレてるけど。本当よ。そしてね、奥のやつ難しいな、見えない。あ、ギリ見えてる。どうしよう、どっちがやる。あ、そうだ、ちょっと待って、俺ドローンのさ、あれあったんだよ、あのノイズやってみるわ。え、ノイズやってなんとかなる？なるんじゃないかな。待って、ノイズのやり方がわからない。おい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 、大丈夫？あれ、俺ノイズ取ったよな。あれ、ぶつけんなよドローン。武器が設置されてる。え、ちょっと待って、もう直接やってよくない？いっか。あの、こっちにもね、ドローンじゃない、コンテナあるけど、ちょっとこっちにも乗っかってみるね。そっちの方が良さそう。
絶対こっちの方がいいでしょう。あ、危ない、見つかる見つかる。怖い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 。一番見えねえじゃんここ。ダメだ。なんでこのまま後ろもう一回下がろう。さっきのコンテナの上で仕留めようなとか。いや一番難しいな。いや、じゃあ一番俺がやる。頭半分しか出てないよ、あるのに。ちょっとでも頭が見えてれば当たるからきっと。ほう、よし構え。じゃあ任せた。おい、ちょっと待て。大丈夫だよ。じゃあ俺が始末したら2番やってくれ。オッケー。警戒してやがる。当たらないわちょっとあれは。オッケー、もう下のやつやるわ。あー、基準についた。でも基準についたならまだ狙えるね。行けてて、よし、オッケーオッケーオッケー、やったやったやった、ナイス。よし、みんな無事か。だらしない野郎どもだ。警戒は解けたけど。なんだ、ん、は、は、は、ユニダットの巡回兵が近づいてる。迫撃砲。あ、でヘリが来てるな、ヘリが。やば。え、あれユニだった、もしかして。あの高台のちょっとガチリングを拝借させてもらおう。拝借っていうか使わせてもらおう。いやでも別にあのヘリは警戒はしていないが。おい、あ、なんで来てるわけじゃなかったんかい。来てるわけじゃないな。目の前から接近してきてんのは。あ、待った後ろからユニだった。お、いやでも警戒されちゃうのはあれだから、走れ走れ。はい。お、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 待て待て、ヘリが。これグレランついてない。俺もついてない、今 VSN だ。待て、まだバレてないバレてない。私はコンクリート。いけるかいけるか。ちょっと無理がある。私はコンクリート。大丈夫だ大丈夫だ大丈夫か。この端っこの方に寄ってドローン出そう。あのドローンをさ、わざとヘリにぶつけてみたら落ちたりしないかな。ドローン準備完了。そんなことあるわけね。ちょっと試してみたいな。ほう、ああの拠点の敵が警戒してる。ああ、なるほど。ちょっとやってみたいな。あのヘリにドローンぶつけたら絶対何か起きると思うけど。いや、単純に警戒されるだけじゃねえみたいな。あ、こっちに向かってくる。ちょっとめっちゃ来てるけど。めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。待て待て。ナイス。フレアガンあんま意味ないな。よし、ヘリ。こんばんは、EMP ドローンで落とせますよ。ヘリEMP でヘリ落とせるんだ。あ、そうなの。でもドローン直接ぶつけてみたいな。いあ、届かない。届かない。もうちょっとこっち接近してほしいな。ヘリだ、ゼロ。やばい、もう完全にドンパチやってる。頑張って頑張って。もう殲滅しよう。いないじゃん。あ、ヘリこっち来たか。うおお、若干よろめくだけか。も危ない。むずいな。車とかも止められますよ。あ、車とかも止めれるんだ EMP。 あ、待って、ユニダットのヘリも来てね。戦ってる。いやマジかよ。あれ、お前袋叩きにされてるよ。やばいやばい。建物の中に逃げろ。あ、これ割れないのか。ちょっとスキルポイントを回収。これ何のスイッチだ。ん、何を押した。いや違う違う違う。ああ、そういうことね。あ、警報止まった。なあ、スキルポイント欲しいな。ちょ
この隙にさ、この建物の上に止まってるヘリゲットして逃げちゃおうぜ。ああ、オッケー。あ、このヘリ使えるヘリじゃん。オッケー、先に乗ってくれ。機銃ついてる。はい。あ、機銃ってそっちに、そっちに機銃か。はい、向こうの目的地に向かうんだ。はい、ああ。ああ痛い。大丈夫大丈夫、危なくなったら降りる、降りて逃げるから先に先に あんまり上昇しない方がいいと思うよ。あ、そうなのか。あの踏みながら機体を前に向けるとね、低空飛行でどんどん進んでいくよ。ここの地域は対空ミサイル多いですよね。おっす、この地域はね、対空ミサイルが多いらしい。これ危ないんじゃねえじゃん。いや、まだ大丈夫だ。まあ、大丈夫か。ただなんか向こうの、さっきのダムの方がちょっとユニダットとカルテルが揉めてるっぽいな。うん。いや、あそこ、水上にあるのか。ん？ああ、そうだね。拡大。あのちっこいのはバイクか。塔にスナイパーがいる。スナイパーあり。ほう、2人だけ？いや、まだいる。敵グループは。あ、あのヘリはなんだ。あ、カルテルの輸送ヘリだ。ちょっとバレない位置で降りた方がいい。離れて。バレない位置。あ、待って待って、そんな上空にいたらバレる。この左の方で降りよう。よいしょ、この辺。はいはい、もうなかなか降りないな。よいしょ、はい。あー、ヘリがちゃんと止めてからさ。いや、止まんないもんねこれ。鹿っぽいのがたくさんいる。あ、これアルパカか。よし、ヘリの付近4人もいるね。あのスナイパーやっちゃうか。オッケー、よっ、ナイス。ターゲットを排除。重装備がね、入り口に接近してる。いるね。もうちょっと索敵するか。ああ、まだいるな。あ、いるいるいる。ラマですよ。あれ、ラマだっけ、あれ。ん、あ、アルパカじゃなくてラマか、リャマか。え、重装備戻ってっちゃったな。めんどくさいな。でも、まあ、VSN だから MP5 ほど消音性ないし。うん、あ、でもハンドガン結構いい感じだったよ。あ、ハンドガンね。ハンドガンに重装備相手はな、ちょっと、うん、いや、ほんと重装備でも2発あれば殺せる。あ、1人こっち来るか。そっち行く、そっち行くか。重装備のやつヘリの方に行っちゃったな。あの今右行った一人ちょっとやりに行こうかな。了解。ヘリのちょっと危なかった。これやば。大丈夫か大丈夫か。泳げるもんな。ちょっとさ、このスナイパーがいたところを登ってヘリの人たち、うん、ヘリの近くにいる人たちをこっち向かせたくないからフレアガンで向こうを向かせよう。オッケー、大丈夫か。仕留めた。オッケー、バレない。危ないね。ちょっとね、この下行けると思ったんだけど、ね、引っかかっちゃった。重装備が真下に。危ね。オッケー、重装備やった。こいつ いけるかな。待って、じゃあ奥のやつやるわ。おい、やべ、倒した。よいしょ。オッケー、まだバレてない。ちょっと待ってね、陽動グレネード、じゃあ陽動グレネード、あ、陽動グレネードか。陽動グレネードをね、どんぐらいの距離投げれる、うん、これ
下降りてから。あぶない。待って。あの人たちこっち近づいてくれんならそれはそれでいいんだけど。ああ、ダメだな。ちょっと陽動で一人だけ釣る感じでやってみる。遠くに投げた。おう。よし、接近してこう。こいつは倒せるわ。オッケー。ナイス。やべえ。立てねえ。あいつはやれるんじゃないか。ナイス。よし、あとはもう殲滅だ。手前も大丈夫だな。また抑留者をからかってる。あと一人。特攻。特攻。やっちまえ。バキ。クリシャー、待て、目的はこのヘリじゃないんだ。情報取りに行こう。こっちの。あ、武器もあるじゃん、ここ。嘘。あ、本当だ。サントスという村にこれなんだ。行ってみよう。あ、DJ ペリコの自宅が判明した。おう、これなんだこれ。あ、アンダーバレル。アンダーバレル。フォアグリップ V2。あ、これ VSN につくよこれ。おう、つけよう。あ、でもあんま変わんないぞこれ。パーティカルフォアグリップと。あ、本当若干だね。気持ち程度しか変わんねえな。気持ち程度も変わんないと思うな。まあとりあえず新しいパーツをつける。あ、でドローンのノイズってアンロックするかできるから。おお。もっと DJ の自宅分かって、こっちになんか別のなんだこれ、資料だ。シーン、ああそっちか。ニューステープだ。ドローンの爆破と EMP は結構いいですよ。運んじゃわね。うん、ドローンの爆破と EMP は結構いいですよ。もっとスキル貯めてアンロックしよう。俺が操縦する。1.1 キロか。あ、運転しやすい。ちょっとこれにはね、食料が積まれてるらしい。お、積まれてるの。あ、なんか動物が奥の方で、なんかたくさん動物いるな。いるね。みんなこれリャマか。奥の方で動物すごい荒ぶってる。着陸するよ、着陸。着陸。おし。平穏な一日をいい一日にするにはヘリを奪うのが一番だな。おお、焚き火。なんだこれ。すんげえ数の山だ。山の隆起と風の感じが。おおおおおお。引き殺す気か。気づかなかった。